はい、こんにちは。はい、こんにちは、嫁です。旦那でございます。嫁なんです。嫁なんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ね、はい、キャンプ部屋ということで、見てください。頑張った。素晴らしい。まだまだ改良の余地はございますけれども、はい、キャンプ部屋兼撮影場所を用意させていただいたので、こちらの方からですね、本日、タイトル、サムネ等にもあったと思うんですけれども、大きく分けて2つのご報告がございます、はい、手前勝手ではございますけど、僕たちにとっては重大な報告になりますので、最後までご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目の、はい、ご報告ということで、はい、嫁団に新メンバーが追加されますそれしか言いようがない新メンバー、新メンバー発表でございます。ちょっと唐突すぎて何言っとんねんって話やんと思うんですけれども、本日からですね、はい、嫁団はトリオということになりますので、はい、まずはね、新メンバーご紹介したいと思います。はい、はい、はい、ということで、はい、嫁団新しい家族が増えました。はい、お名前はハチくんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なかなか初めての撮影難しいですね。あ、ちます、ちます、ちます。抱っこしましょうか。抱っこしましょうか。抱っこしましょう。はい。はい。ということで、はい、あちくんです。あちくんです。男の子です。男の子です。ゴールデンレトリーバーでございます。はい、まずはね、はい、初対面から。そうですね。そのまま今日のね、お迎えまで見ていただきたいと思います。はい。はい、ということで。新しいご家族に初めてのご対面ということで、実はですね、もう今の段階でこの子っていうのは決まっております。お名前もつけておりますブリーダーさんとこういろいろやり取りをしてまして、動画を送っていただいたりとか重ねておりますということでね、いよいよ待望の初対面買いたいと思います。ドキドキしちゃってすごいドキドキする。ちなみに初めてお買いになられるんですね。はい、私は、まあ、親戚とかはね、結構買ってらっしゃる方いたんで、そういう子たちと遊んだりとかは結構頻繁にあったんですけど、我が家で買ったことはなかったんで。僕はまあまあ手だれです結構ね、はい、今までね、はい、お世話してはりますということで、はい、今よか行きましょう。ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキなんかね、いろんな気持ちが入り混ざっちゃって。そうだね、うん、ここら辺を曲がるのかがあんまりよくわからないな。でもこの辺なんですよ。この辺です。いらっしゃいさい、川、うん、動物園裏側なの。で、なんかコーンが立ってるんで。コーン。あった。コーン。ここ。ここ。あ、ここだね。ここにいるの。あ、なんかお外に。あ、お外に。お父さんかお母さんかわかんないけどいる。ね、あらとちゃんです。すごい大きい。ね。これぐらいになるのかな。じゃあうちの子も。さあ行きましょうか。
はじめまして。はじめまして。誰だろうね。出てたんだけど、出てたのごめんね。誰ですのんて。寝てたのに。あ、こんにちは。あ、おとなしいの。なんで言っちゃおうか、これも。カメラは川さんといてな。ガチ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 。置いといたらやりますよね、絶対。ガチガチしちゃダメよ。こっちも見てもらっていいですか。あら、誰でしょう。誰でしょう。誰でしょう。どうしていいか分かんなくなる。久しぶりです。お気を出てしてね。ぬいぐるみやん。ちょうど今ぬいぐるみぐらいのね、大きさですよね。明け暮れてたら多分あっという間だと思いますけど、ちょっと涙出たもん。そう、なんでやろうな。すごい、なんか何の涙か分かんないんだけど出てきちゃった。なんだろうね。不思議な感覚。二人っきりいられるのもあと一週間切ったということですか。そうです。ある意味三人になったら平和ワイヤだよね、多分ね。それはそれで楽しいです。じゃあ気合い入れてね、お迎え入れの準備を、はい、やっていきまよう。そうですね、でかい。大型犬ですか。そうだね、でかいね。
うち結構狭いですからね、出入り口もいろいろ。そうですね、古民家なんで。でもマンションとかだったらもっときつい。ああ確かに、エレベーターにそれ入れてもエレベーターそれだけで埋まっちゃう。入るの？入る？おおすげえ、ギリギリ。想定通りです。めっちゃギリギリ。入った入った。なんとかギリギリ入りました。こっちじゃないですか。はい。はい。いいぐらい。あんなにへこんでたのに。さあ、いよいよですね。はい、また大きくなってるんでしょうね。すごい勢いで大きくなるんだもんね。4キロだったっけ。あの時はね、4キロって言ってたんですよ。1週間ぐらい経ってるから、5キロぐらいには500グラムは増えてるだろうね。悪戦苦闘したね。こっからだよ。なぜキャンプ部屋をっていうところがこういうことでした。そうですね、もう下に何も置いとけないというか。とりあえず2階に全部持ってかなきゃっていうね。普通にさ、キャンプの道具をさ片付けるためにやったんじゃないんかい。いや、それももちろんずっとやりたかったんだけど、結局思い越しも上がらず。そうだね、明日本気出す男がいるからね。全然進まず。だからいい機会にはなったんじゃないですかね。でもおかげさまで本当に2階もね、キャンプ部屋として過ごしやすくなったんで良かったです。はい、近づいてまいりましたね。そうですね、いよいよでございます。お迎えの日程が近づくにつれてさ、はい、あなたどん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 過保護になってきてる。いや、分かんないから。心配すぎて、いろいろ何をどうしていいっていうのも全く自信がないから、いや、まあね、お勉強しながらその子に合わせてやっていくしかないんだけど、だからあれはどうなのこうなのってひたすらずっと聞き続けてる。これ大丈夫なの？大丈夫です。これ大丈夫なの？大丈夫です。大丈夫なことしか聞いてない。大丈夫か大丈夫でないかよくわからんけど大丈夫ですって言ってた。え、分かっ、いやいや、大体は分かってんだけど、大丈夫ないですって言ったらほら心配になるでしょ。なんか難しいよね、その頭でっかちになっちゃってもあれだろうし、難しい本当に。だから、ね、合わせてやっていくしかないんだけどね。あ、難しく考えないでください。大丈夫です。本当に。一緒にやっていきましょう。はい。ではいよいよお迎えです。はい、はい、あ、通る。おっと、また行き過ぎた。またやってしまった。大きくなってるかな。よいしょ、到着でございます。到着でございます、はい、では行きましょうか。大きくなったんじゃない？はっちゃん、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 こっちだよ。あ、確かに大きくなった気がする。黄色い状は吹いてるはずだ。そんなに大きくなった。ちょっと足長くなった。確かに。ジッパー入ってるじゃん。怖い怖い。怖いとか言わないで。怖いね。怖くないよ。一緒に帰るんだよ。じゃあ連れて帰りますか。うん、大丈夫ですか。心の準備はできてますか。今日は泣くかな。どうでしょうね。泣くのかい。一日使わずね。ねえ。そうだね。うん。ねえ。ますよ。じゃあ抱っこして帰るか、うん、今日は行きますか。よいしょ、あら、うん、また顔見せて、ね、また1週間に1回来るかも。
はい、ということで、昨日キャンプ部屋作って今日お迎えでございました。はい、でキャンプ部屋を作った一番の理由は、この子を迎え入れるために部屋を拡張しなきゃいけなかったというちょっと1階が狭すぎるねっていう ね荷物が結構あったんで、それも兼ねてっていう感じになります。はい、はい、ということでね、今後この子とキャンプ行ったり、そうですね、車中泊行ったり、はい、ね、旅に行ったりっていう風にしていくんですけれども、はい、うん、嫁なんではもちろんそこら辺をね、お見せできたらなと思います、はい、完全に、3人目のメンバーということでドッグランサイトとなってみたりとか、うんうんうん、いろいろやっていきたいと思います。あ、そう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 、なぜ名前がハチかっていうところをねお伝えしてなかったんですけれども、はい、実はですね、私たち嫁なんは、まあ、知ってる方も結構いるんですけれども、はい、苗字が西でございます。はい、西が八でございます単純単純ね、八くん、八とね、はい、命名もう結構二人で揉んで揉んで一応話したよね、こんな単純な名前だけど。そうだね、いろいろ考えたけど結構悩んだけど結局八くんになったね、うん、なりました。まあ、まだね2ヶ月のパピーでございます。そうです、本当に今日来たばっかりなんで ね、あと2ヶ月ぐらいはもちろんキャンプ行ったりはできないんですけれども、うん、トイレだとか無駄吠えしないとか、うん、そういうしつけが終わるまではちょっとデビューできないかなとは思うんですけども、ね、ここから真冬になるので。そうなんですよ、連れて行ったとしてもテントから出すとあんまり出せないというか、うん、無理はさせられないから ね、なので多分ねソロキャンとかもしくはね家の前で張っちゃうとキャンプの練習をしてみたりとかね、そういうのもちょっとずつね、このキャンプ部屋で、いろんなお話をしたりとか、ハチ、うんうん、も一緒に出れるのかなと思うんですけれども、うん、これから新メンバーと一緒に新たな嫁団をねこれからやっていきますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ということで2つ目、はい、1つ目もなかなかの重大報告だったと思うんですけれども、はい、もう一つ、はい、重大な報告がございます。実はこの度もう一つチャンネルを開設することになりました。はい、まあなんとなくもうお察しだとは思うんですけれども、はい、平たく言うとですね、嫁団以外です。要はキャンプ、車中泊、まあアウトドア関連、うん、それ以外、うんうん、としてチャンネルを立ち上げることにしました。はい、なんつったらいいですかね、僕たちのこう私生活というか、このことを共に3人で歩んでいくっていう感じになるので、はい、そんな感じをね、皆さんにねお届けできたらいいなと思ってます。うん、新チャンネルに関しては一応編集担当僕になります。はい、一応ね、はい、頑張ってくれるそうです。最初のうちは多分ね、いろいろとディレクターとしてやってくれると思うんですけれどもなんとかね頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで新チャンネル、チャンネル名の発表でございます。はい、じゃじゃん、西が八、はい、かっこ西家です。はい、まあ、西が八、うん、まあ、八が中心ですね。そうですね、で僕たち西なので、はい、西が八、うん、かっこ西家でございます。はい、なので、まあ、大きなチャンネル名としては西家と呼んでいただいても結構です。うんうん、ね、西が八でも西家でも、まあ、西家ですね、どっちかっていうと。ただなんか分かりやすいので西が八にしたいと思います。ということで、まあ、新チャンネルに関してはキャンプとかアウトドア関連のことは、まあ、基本的にはあんまりやらないので、まあ、ちょっと触りだけとかはあるかもしれない。ね、あんまりする予定がないので、うん、もしね蜂のね成長とかそういうのがご興味ございましたら、ぜひね見ていただければ嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回ね、お迎えに行って、うん、初めての我が家でのねご飯だとか、うん、初めて遊んだとかね、うん、なんだろう、水浴びまでしちゃった、うん、そこら辺は新しいチャンネルの方で、はい、やっていきますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、ということでいかがでしたでしょうかね。重大発表になってたかな。なってたかな。だいぶびっくりされた方は、ね、いらっしゃるんじゃないかなと、うん、まさか、ね、うん、ファミリーが増えるとは思ってなかった方結構多いかなと。そうだね、うん、あと新チャンネルもね。そっちの方がちょっと驚きかもしれないけど、嫁団もねこれからますますパワーアップしていきますので、ぜひねチャンネル登録していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。また次回お会いしましょう。嫁団でした。ダチでした。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。またね。ありがとうございました。